前回の動画撮影してから今これ撮影してるんやけど、あまりにもひどかったよな、滑舌が。滑舌もひどいし、なんか説明もなんかそこまで大してできてへんかったし、いやまあそこはええねん、編集でまあごまかせれるから、そこはいいとして、あまりにも滑舌が悪かった、説明してる時の。でもほんまに悪すぎて、今このゲームのモニターに紙で書いたもん、自分の注意点みたいなやつを。滑舌を意識してゆっくり喋るって。まあやっていくわ。で、前回このカロンって子を仲間にしました。はい。で、カロンが記憶喪失やから、このコトルとリン、この合計3人でカロンの記憶を思い出す、記憶が思い出すであろう場所をちょっと冒険しに行こうっていうことで、まずこれ北に行ったら北に村があるらしいから、そこの北の村に行きます。で、前回にこのホリウェル洞窟で、あの兵士が邪魔しとったけれども、イベント作動してからなのでちゃんと通行できるようになってます。で、モンスター、ラピッドファイヤーとインプか。まあラピッドファイヤーは素早さが高い系のモンスターで、インプがまあちょくちょくステータス異常とかしてくる系のやっこいモンスターっていう立ち位置で作りました。で、そしてこのゲーム開始する前に、ここに登場するモンスター全員あの新規モンスターの方やけども、あの防御力を3から4ほど上げたんよ。だから戦闘バランスがどうなるか分かれへんねんな。まあとりあえず戦ってみるわ。ラピッドファイアにとりあえず全集中で攻撃。30しか大変、26、これひどいな。で、今インプがプラミアっていう魔法を使ってきてんけど、あれは炎属性の攻撃魔法で、名前の由来はロシア語のプラミアやったっけな、確かそっから取ってきたと思う。いや普通になんやろ、ファイナルファンタジーみたいにファイヤー、サンダー、ブリザードみたいな、そんな感じの名前、安直な名前って言うともおかしいけれども、まあ分かりやすい名前にしたかってんけれども、さすがにそこまでパクるのはよろしくないと思ったんよ。やから、英語じゃなくてどっか別の国から言葉持ってきたいなと思って、まあ探してた時にロシア語を見つけて、プラミア、あ、じゃあこれでいこう。で、僕のこのソウルレジェンドは魔法はロシア語で統一しようと思って、このプラミアで、サンダー雷属性の魔法もちゃんとロシア語から取ってきて、氷属性の魔法もロシア語から取ってきてっていう風に、魔法は作りました。そしてセーブして、ちょっとモンスターステータスいじってきます。強すぎる。はい、戻ってきました。まあおそらく多少はマシになったんじゃないかなと思う。まあこんな感じでちょくちょく修正を入れながらこのゲーム進めていくわ。で、こっちの左の階段を降りると鉄格子の扉が閉まってて通れません。で、上にレバーが見えてるのがもうあからさまですね。あれを倒したら開きますよっていう、仕掛けです。トラップじゃないな、仕掛け、なんて言うんや、ギミックです。はい、またこいつらか。まあさっきとどんだけ変わったかやっていこうか。で、ついでにこのチャクラってのやっていこうか。このチャクラっていうのは爪系統の武器を装備してる時だけ使える、まあ、技で、この使用者の HP と MP を回復し、毒、暗闇、沈黙状態を治療する。これ注意点が使用者にしかできないから、ただまあ爪を装備してる人本人にしか効果はないということが注意点。まあこれが結構終盤まで、序盤から終盤までいつでも役立つんじゃないかなと僕は思ってる。で、カロンは探検を装備してるから基本技っていうのが使えんねんけど、まだ基本技の魔法石を持ってへんから何も使えない。まあ、これは後々また手に入るから紹介する。
どうか、チャクラ44回復する。まあまあまあ使えるな。あの防御力はそのままにして最大 HP だけいじくりました。2人てか全員ここに登場する新モンスターだから、まあそれがどこまで変わるかやな。まあ丸連打で全然進める戦闘バランスにはしてるから、そうこんなもんでええやろ。うん、こんなもんで全然いいと思う。で僕が戦闘バランスを考えた時に、これ、え、前回話したっけ？話してへんな。これ流れてる BGM があるやん。この BGM が一周しやんするほんまにちょい手前で戦闘が終わるぐらいの戦闘バランスを意識して作りました。でレベルがまあ多少上がったら、もう一周せえへんとかそんな瀬戸際じゃなくて、もうちょっと早く戦闘が終わるかなってぐらいの戦闘バランスに仕上げてます。まあこれが一番ベストな戦闘時間バランス。マップダンジョンの探索、戦闘時間での中で発生するイベントとか、これを全部合計足した時のいいバランスがやっぱこれかな、この時間帯かなと思ってまあ作ったんですよね。前回言うた通り、その僕一つのダンジョンにだいたい20分から30分滞在させるっていう、思惑があったから、まあそれが一番ベストかなと。はい、でここで基本技レベル1っていう魔法石が手に入るから、早速カロンに装備させます。もうこれはもうカロンのために置いてると言うても過言ではない。もうご都合主義です。バイオハザードでいうボス戦の手前でショットガンの弾が謎に大量に置かれてる現象と一緒です。でこの基本技っていうのが、応急処置、エール、透析、この3つが使えんねんけど、応急処置、これ自分の HP を素早く少し回復する。でエールが味方一人の素早さを少しの間上昇させる。素早さってか俊敏性やな、これミスってんな文字。でこの透析が、敵全体に自分の現在 HP に応じた防御力無視の土属性の攻撃、これが個人的に強すぎるんじゃないかなとも思ってんね。うん、でもこれもともと敵全体ってところを敵単体にしとってんけど、単体やとほんまに使えへんなと思って。で全体やったら いろんなとこでもう汎用性が高いから使えるんやけれども、ちょっと強すぎるなと。だからこの防御力無視っていうのを消そうかなとも迷ったりはしてんねんけれども、まあちょっとここは進めながら考えていこう。うん、でそうそう、僕前回編集しとった時にうんとかはいとか自分で勝手にこう区切りをつけてるのが多すぎてえつけすぎてて、それがめちゃくちゃ気持ち悪くて、あんまりうんって言うんやめようと思ってる。イエス。いや結局イエスにしても変わらんねんけど、今言いかけたけど我慢した、えらい自分で。これ分かれ道でこれ右の方に行くと宝箱大量に置いてます。これなんかロマンがあってええやろ。あ、今ブロンズシールド手に入ったな。これは左手に装備できる盾です、防具です。で盾は防御力を上昇させるっていうよりかは運を上昇させるために作りました。ためにっていうか、ま、運を上昇させれたらいいなと思って。で運っていうのは毒とか麻痺、沈黙、まあいろいろステータス以上、このステータス以上に、なりにくくなる。この運の数値が高ければ高いほど。だから盾を装備したら防御が上昇するんじゃなくてステータス以上になりにくくなりますよっていう、装備の一つとなっております。あ、そうや、リン回復しとこうか。でさっきレベルアップしたからコトルとリンが、まあこの2人がいい感じの戦力に今後なっていくんじゃないかなと。あ、出た出た、このポチソウルってやつが前回パルドリズムの森で出てこうへんかってんな。じゃあとりあえずボコすわ。でこのポチソウルっていうのが、まあ、土の精霊です。さっき言うたプラミア、ロシア語、
で、ポチっていうのはその土、ロシア語で土やったかな、大地やったか忘れたけど、で、意味のポチブワから、取ってきました。で、そのポチバのポチの部分を2文字を頭文字を取って、で、ソウル、魂、まあ、ロシア語と英語の織りなすコラボレーションですねっていう感じで、まあ、土の精霊っていう意味です。あの精霊系のモンスターは魔法攻撃しかしてこやんから、まあ、対策はしやすいよっていうモンスターです。ただ魔法力が強い、高い。そして魔法防御力も高い。やったっけな、うん、もう忘れた自分で作っといて忘れたわ。これ、あ、そう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 、このレバーを倒すとまだ突拍子もなく橋が出てくんねんな僕このギミック作るの好きやな。突拍子もないところに橋出すやつあ、化けたぬきや、こんなん作ったっけ。え、こんなん作った覚えないねんけど。え、誰お前マジで誰お前。え、なんかいい感じに強いねんけど、ねんけど、お前、いや強いねんけど、51とか40とか普通にダメージ与えてくんねんけどさ。え、マジで誰、作った記憶がない。しかも戦闘バランスめっちゃいいえ、ほんまに誰。あの、僕ね、なんだかんだ最終的に手ほどきしたんが1年前やねんやんか、このゲーム覚えてないああ、編集で貼り付けとくか、ここはな。で、このまま先進んでいったら、まあさっきの橋のところに来るんやけれども、僕こういう分かれ道作るのほんま好きやなって思う。で、ここに人がおるから話しかけて、この中、え、この洞窟の中で魔物を倒して修行しているのさ、だけです。まあ、こういう感じで、その、この、なんや、ライン来たな。まあ、このアルバーンって世界、あの、冒険者が、若者の冒険者が数多くいる世界。やからこそ、なんかこういう洞窟とかに、ダンジョンとかに、なんかこういうモブキャラクターを一人二人ぐらい置いときたいなっていう、思惑があって、あいつを置きました。で、ここの階段を降りると、寄り道コースです。宝箱がいっぱい置いてます。ブロンズアーマーとか。あ、鎧の装備の説明もする。これね、今カロンが装備してるのは革の服言うて軽装備。軽装備は最大 HP が上昇するっていうボーナスがある。あ、間違えた。で、このブロンズアーマーは、防御力と攻撃力が上昇するっていうボーナスがある。もちろん魔法防御力も上昇するけど、この軽装備、革の服と違って上昇値は低くなってる。あと鎧は重いから、重装備は重いから俊敏性も上昇率が少なくなってる。で、あともう一つ魔装備っていうのがあんねんけど、まあ、これはまた登場したら説明はするけれども、これは魔法防御と最大 MP が上昇するっていうボーナスを持ってる。まあ、これはまだ後ほど説明させていただきます。はい。だ、これを別にこれリンにアーマーを装備させてもいいかなとも思うねんけど、まあそこはもうプレイヤーの判断です。やっぱ HP 欲しいからこのままで行こうって思ったらそのままの装備でもいいし、ちょっとでも攻撃力上げたいなら、まあ、これアーマーリンに装備させようか、コトルちゃんはカロンに装備させようかっていう感じで、まあ装備の選択肢が増えてちょっと迷いを生じてほしいなと思って。はい。で、左上におるスライムの色違い、フォータって言うねんけど、フォータも何語やったか忘れたけど、スライムって意味の別の国の単語です確か。で、ここで敵4人が現れたから、この投石を使うねん。そしたら戦闘がすんごい楽に終わんねん。こうやってどう、強すぎひん、マジで強すぎひん。でもこれぐらい強くないと基本技って使ってくれへんかなって僕は思ってん。
原理僕もテストプレイで使えへんかったもん、基本技。だからその基本技を使いたいから、僕自身も使いたいからと思ってあそこまで強くしてんけど、でその代わり消費 MP を6っていうちょっとデカめに設定してるから、そう問題バランス的にはいいかなとは思ってんねんけど、だから使いどころさえ考えたら全然、使いどころを考えさせる技としては優秀やねんけれども、戦闘バランスを考えた時にあまりにも強すぎるのはどうかなとも思ってんねんな。うん、そう、あのファイナルファンタジー5のジョブ文句で蹴りってあるやん、あれがまあ全員に、敵全員に攻撃すんねんけど、でちょうど文句が手に入る時ぐらいにカルナックっていうモンスター、犬のモンスターが5体ぐらい現れて、でその森の中でな、その森の中でカルナックとエンカウントして、5体ぐらいとエンカウントして蹴り一発入れて倒して経験値稼ぐっていう、あの経験値稼ぎを僕昔やっててん。だからそんな感じで敵が4体5体で大量に現れた時に、まあ、何やろ、使える手段、あの戦闘手段として、なんかああいうちょっと強い全体系の技が欲しいなって思って作ったんやと思う自分。ただこれ、それが本当にいいのか、このバランスのままでいいのかっていうのがね、今の僕の中の迷いを生じさせています。いいと信じてるよとりあえずやっていこう、このまま。で、あまりにもほんまには悪いなと思ったら調整入れていこう。防御力無視ってところをカットするだけでもまだ使えると思うから、きっと。いいバランスって言うて、みんな僕に自信をつけてで、今の戦闘でコトルとリンがレベル4になりました。最大 HP300 の大台に乗りました。こっからさらにまた強なるで、戦闘も楽なるで。そうや、ここで結構レベルが上がるから、あのさっきのラピッドファイアとか結構強くしてた記憶があるわ、今思い出したわ。多分めっちゃぬるゲーになると思う、ここのダンジョン。ちょっと一回戦闘しよう。で、これ階段行ったら次のエリアに行くんやけれども、こっち行ったらあの回復の泉的な存在のものがあります。あの光ってるとこに触れたら、ほんまは上に乗ったら回復やねんけど、僕設定ミスってるわ。これはさやのファイナルファンタジー3の最初のダンジョン、あのランドタートルがボスで出てくる、あそこのなんか回復の泉的なものを持ってきました。あと6とかでもあったよな、5とかでもちょくちょくあったよな、回復の泉ってな。さあ行こうか、どれだけ強くなったか。73で1ワンパンやもんなワンパンやもんな。コトロに関しては89でワンパンやもんな、強えな。まあ序盤やからこんなもんでええよな、戦闘な。ラピッドファイアだけもう一回最大 HP 元に戻そうかな。あ、どっちやったっけこれ、こっちか、こっちじゃない？え？あ、ミスってるわさっきあの右のレバー倒さなあかんねんや。で、右のレバー倒すついでにあの階段降りてアイテムがあるから、アイテム、そのアイテム取りに行こう、うん、あ、またうんって言って、またクソクソ言いたくなかったのに。ポーション、一応新設設計でポーションは多めに設置してます。1回の戦闘で自分たちに与えてくるダメージもあんまり少なすぎたらおもんないなと思って、で多すぎてもおもんないから、まあ2、3試合っておかしいな、2回3回エンカウントぐらいした後、まあちょっとポーション使って回復しとこかぐらいのノリになればいいかなと思って。で、見てな見てな、もう察しのいい人はここで察すると思うわ、何が出てくるか。箸です、マジで僕この箸好きやなと思うわ。で、
さっきの鉄格子がこっち閉まってもうたから、もう一回あそこのレバーに行って、あの鉄格子を開けやなあかんっていう。僕こういう何やろ、寄り道じゃないけどお使いっていうん、こういうギミックをめっちゃ作ってる。謎解きでも、謎解きってレベルでもないけれども、こっち開けてるからこっちが行ける、こっち開けてる間はこっちが行けないみたいな。で今のレバーを倒したことによって、あのここに左に宝箱あるの見えてるかな。でここの鉄、あー先頭入ってもうた。あバテスト、おーこいつ可愛いよな。あんまりバテストの意味は知らんねんけどなんかあれやろ、昔のこれ神秘の音色って結構響きかっこよくないこれあのテストプレイ2周目以降に作ったモンスターやねんけど、結構可愛いしかっこいいよなこいつな。ただあんまり意味はほんまに知らん。なんか砂漠のピラミッドの関係者やろこの人ってそれぐらいしか知らんからな。でこいつ倒して、でここの鉄格子はさっきのあっこのレバーを右に倒してる時だけ入れるようなんねんけど、でも右に倒すとさっきのあそこの鉄格子が閉まるから通行できひんくなんねん。果たしてこの宝箱は一体どのようにして開けるのか、まあ、こちらはね、後々ストーリーを進めていったら判明しますので、ストーリー進めやんでもうこの後すぐ取りに行けんねんけどな。まあ後々また紹介しますでこれ先に進むとちょっとした小芝居があります。帝国兵、貴様パルトリズムの兵士だな、なぜこんな場所にいるんだ、答えろ。貴様ら帝国軍には関係ない、そこを抜いてもらおう。我々に歯向かう気か、上等だ、ここでお前を消してやろう。このままだとあの人が、でパルト兵を助けるか、見て見ぬふりをするか。見て見ぬふりしようか、すまない。で見て見ぬふりしたら、はい、死にますいなくなります。でこのままやと後味が悪いから、どれやったかな、もう一回の出現、あのイベントフラグを回収、あのオフにしてこのイベントもう一回見ましょう。であの助ける方を次選んでみましょう。でこれあれ、助けるって選んだら、帝国兵と戦闘になります。助けるぞ。貴様たち何者だ。でこれ帝国兵が現れます。で帝国兵な、あんまり強くなかった気がするんだけどな多分ここまでレベル上がってるからほんまに弱いと思う。ちなみにこれボスでも何でもありません、ちょっとしたおまけ戦闘です。あー、プラミア使ってくるんや、へえ。もう初見のリアクションになってるもんな、覚えてなさすぎて。あのちょくちょく設定さっきいじったから HP400 っていうのは覚えてんねんけど、弱いな。まあいっか、こんぐらいでいっか。もうちょっと強くする、どうする、ちょっと強くしようか。でちなみにこの帝国兵を倒すと、ここでしか手に入らないレアアイテムがをドロップします。まあよく RPG やり込む人でアイテム全部回収するコレクターとかおるやん、まあ、その人たちのやり込み要素になればいいかなと思って作ったのと、あともう一つ思惑、あの理由、作った理由があって、それはまた後で説明するわ。でここで経験値50をもらって、この帝国軍の剣と帝国軍の革鎧、この2つがここでしか手に入らないレアアイテム、ここで取らんかったらもう一生手に入りません冒険者よ、ありがとう、おかげで命拾いをしたよ。実はこの近くにパルトリズム軍のパラディンが行方不明になっていてな、それで血まなこになって探していたのだよ。帝国の奴らにはバレるわけにもいかないからな、隠しておきたかったのだ。いや本当にありがとう。この付近の警備は俺に任せておけ。さっき死んだけどな。
で、まあ、なんでここであの帝国軍との戦闘をあの追加したかっていうか、あの追加っていうか入れたかっていうと、導入したかっていうと、帝国軍、まあ、今後あのリブジ、サブミナル帝国っていう国が、まあ、出てくんねんけど、その帝国軍、帝国っていう国に対する描写がちょっと少ないなと思ってん。だから善なのか悪なのかとか、我々にとって、主人公にとって帝国は敵なのか味方なのかっていう描写が、そのテストプレイ一周した時に通じてあんまり描写されてへんかったから、ちょっとこれ帝国軍との戦闘を増やして、ちょっと帝国は悪っていう印象、敵っていう印象を付けしておくかと思って、あの戦闘を作りました。で、今僕がなぜここに戻ってきたかというと、さっきの鉄格子の目の前で、じらされた宝箱、あれを取りに行くための下準備をします。で、まあ、ちょっとカットするか。で、今あそこ扉鉄格子閉まってます。で、このレバーを倒したら開きます。そしてこのルートを使って経由して、さっきのところまでで戻ってくれば、この宝箱が手に入るという、めんどくさいけどそれぐらい取る価値はあるアイテムです。精霊のピアスを手に入れた。これがアクセサリーの一種で、ここ、炎、雷、氷属性の攻撃を半減します。まあ、これがしょぼいか優秀やんって受け取るかはプレイヤー次第やねんけど、正直、正直な。でもこの3属性の攻撃を半減できるってだいぶ強いと思うねんな、序盤で。これは、まあ一応ホトロに装備させておきます。で、ここで外に出たら、上に北に行けば村があります。で、村の前にちょっとこっち探索しようか、寄り道な、こっち行ったらさ、何があるのか。そう、ロマンの塊、毒沼です。なあ、明らかに今行く場所じゃないやろうと思うけど、行ってみようか。毒沼の歩くたんびに10やったかな、ダメージ食らいます。で、ここに入ると闇の祭壇っていうね、明らかに怪しい場所に到着すんねんけれども、現状ここ何もございません。また後々ね、ここに来ることになります。一体ここには何があるのか、はい、こうご期待を。結構ロマンあるやろ、こここれ2周目の時に作ってんな。あ、やばい、もうカロンが HP1 や、死ぬわやっべ、オオサンショウウオ。これ新モンスターじゃ新モンスターねんけどな。あ、弱そうあー、でも僕次の戦闘バランスっていうか、なんて言ったらいい、これ次のダンジョンに出てくるモンスターやねんけど、戦闘バランスを間違えてる気がする。どうやろう、ここ登場するモンスター変えようかな、その方がいい気がしてきたぞ。全然倒されへんもんな。逃げるか、これ逃げるわ。またオーシャンショーについては次回紹介します。で、この村やねんけれども、その前にこっち行ってみましょう。一体何があるのか。古の神殿、やっぱり俺にはわからない、一体なぜ奴らはこんなものを欲しがるのか。しかし早いこと手を打たねば手遅れになるというのに。さあ、誰なんでしょう、これは。すまない、今考え事をしているんだ、話しかけないでくれないか。え、残念だが俺はパルトリズムの人間ではないぞ。扉は固く閉ざされている。まあここも次回やってくるダンジョンの一つです。また後々紹介します。で、そしてここポルト村、まあちょっと探索しようか。 BGM 良くない、これ。だから僕RPG 作る MV 撮りに来RPG 作る MV に収録されてる BGM やねんけど、めっちゃ神曲多いねんな。
あの MZ もやったし VX やったっけあれ、え VZ ちゃうよな VX やなとかもいろいろやってきたけど、何しか RPG スクールって神曲が多いね、うん、でちょっとあの先にイベントだけ一つ進ませておきます。ここ今日アテレコあんまりやってへんからな、この人に話しかけます。え？なっちゃうな女のこの人の声。え？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 なんだ貴様たち、貴様が持っているその指輪は？はあ、なかなか面白いな。こんな昔の指輪を見たらあいつが喜ぶだろうな。あいつって？自己紹介が遅れたが、私はアリシア、パルトリズムの兵士だ。あいつというのは私の同僚の兵士というよりただの歴史オタクだ。私はよくわからないが、その歴史オタクに聞けばその指輪について何かしらの情報が聞けると思うぞ。その歴史オタクというやつはどこにいるんだ？さあ、わからん。もしかしたら古の神殿にまた一人で遊びに行ってるのかもな。そこには昔あった魔法石戦争の時代に関するオタクたちの喜ぶ何かがあるんじゃないかな。魔法石戦争。とりあえずそこに行ってみろ。もし燃えたら早く城に帰ってくるように伝えてくれ。ということで、次回この古の神殿に、なんかこの指輪の事情を知ってそうな兵士がおるということで行ってきます。